します。すいません。あの本当に子どもたちのなんか主体的な学びにつながっていたなと感じました。私社会が結構好きなんですけど、でも世界のことがちょっと苦手で、だからなんかでも世界のことにちょっと興味を持てるようにはなりました。奈良県長良小学校は3年前にスカイプを使ったライブ授業を始めました。3年経った今、すべての学年、すべての教科で実践が広がっています。長良小学校は見ていただいて分かるように、現在56名のすごくちっちゃい学校なんです。この子どもたちが世界やいろんな地域とつながってほしいと思って、そういうきっかけで始めました。遠隔授業を学校で自然に実施できるようになるまで試行錯誤の日々でした。聞こえますか？なぜなら先生方自身も遠隔授業を経験したことがないため、やり方が分からなかったからです。前、目の前の子供に全然集中できなくて、もう危機操作やらなあかん、ハウリングが起こった、どうすればいいんやろう、指導案とかもどうやって作っていけばええんかっていうのも分からなかったし、そこの中でやっぱりこういう風にしていたらいいんじゃないかっていう、一人じゃなかったっていうのがやっぱりでかいと思います。一緒にやっていく先生がおったっていうのがやっぱり続けられたところだと思います。自分はありましたね。隣の小学校の方と、もう去年もしてたから今年もよろしくお願いしますって言いに行こうかって谷本先生に連れて行かれた時に、4月すぐやったので、もうあれはあれよという間に、なんかもうはい、連れて行かれたって感じですね。まあ、単学級なので、同じ学年の先生がもう自分しかいないので、この2年生のこの生活かってどうやって進めたらいいんやろうとかっていうのを、まあ、他の先生にも相談できるんですけど、こうリアルタイムで一緒に進めていくっていう先生がなかなかいないので、その辺をもう自分だけでっていうのを授業を作っていくしかなかったので、それで今回スカイプして、同じ2年生の同じ授業学習を進めてる先生と相談し合いながら授業を作っていくとか、こういうところちょっと子どもたちに力つけていきたいですねっていうのを話し合えるのは大きい方かなと思いますね。3年前の参加の時には、ほんでせっかくつながってるのに、カメラを撮ってるのかっていうぐらい、みんなこうみんながみんなこうだんまりを決め込んでしまって、でこちらから何もアクションを起こせないし、向こうの方が喋ってくれてることに対しても誰もが反応ができなくって、すごいもったいないなと思いつつ、この子たちにやっぱりスカイプってまだ早いのかなっていうふうに感じたんですけど、はい、スカイプをやった時はまだ機械を通して相手とか自分とか話すことはまだ難しかったんですけど、4年生になって機械を通して機械の中の人とコミュニケーションを取れるようになったので、良かったなと思います。なんか最初は質問とかもどう喋ればいいのかとかできなかったり、でも慣れてきて質問とかもすぐできるようになったり、タイチ言ったみたいにメモを取ったりできるようになって楽しく、相手がどう思ってるかっていうのが画面越しだとやっぱり伝わりにくい時もあるから、やっぱり自分はなんか相手にもそう思われてるんじゃないかな、分かんないと思われてるんじゃないかなって思っちゃうから、だから自分はもう笑顔で、自分表情とか言葉の調子とかで自分はこう思ってるよっていうのを相手にできるだけ伝えるようには。教室を開くことで、子どもたちはいろんな発見や驚きと出会いました。そしてもっと知りたい、もっと分かりたい、もっとできるようになりたいと、どんどんやりたいことが増え、それが次の実践や授業の目標となっていきました。
ヤーセルさんとの出会いは本当に子どもたちにとってすごく大きな出会いとなりました。初めは伝えたいことがたくさんあったんですけども、ヤーセルさんがなぜ日本に来たのかっていうのを聞いた時に、シリア難民であることを、子どもたちが聞いたんです。でもその時はあまりよく分かっていない様子だったんですが、それ以降新聞やテレビですごいシリアのことを報道しているっていうことに子どもたちが気づき始めて、教室の中でも今シリアの状況こうなってるねんてっていうふうに話すようになっていきました。まあ図工でも違った形でできるわっていうふうにいろんなところで広がった、やっぱりやっていくうちにその広がりがあったんじゃないかなと。このように先生たちは子どもたちと一緒にテレビ会議を使った遠隔授業を作っていきました。そしてその過程で子どもも先生も一緒に学び成長していく姿が見られました。そして何よりも子どもたちにいい教育環境が提供できたのかなというふうに思っています。こういう機会を提供していただいたパナソニックの皆さん方に本当に感謝してもしきれないなと思っています。そして何よりも先生方に大きな財産が残ったな、その財産を大事にしてこれからも進めていってほしいなと思っています。